こんにちは、辻岡です。いかがお過ごしですか？いつも見てくださって本当に嬉しいです。今日はね、ちょっと Q&A にお答えしてみたいと思います。どういうテーマかというとね、体調不良を数年間繰り返して来られた女性がね、一年発起して霊気を学んでくださって、で、熱心に取り組んでくださったんですけれども、一進一退を繰り返し、なかなか良くなっていかないということでね、ちょっと落ち込んでご質問くださったんですね。これに関して私からの回答をしてみたいと思います。わあ、私もちょっと似てるかもっていう方もおられるかもしれないですね。あるいはご家族や親しい人が体調不良かもしれませんね。そういう人もいるかもしれません。よかったら参考になればと思って話してみたいと思いますので聞いてください。はい。じゃあね、このご質問をね、ちょっと全部ではなくて、匿名という形でね、差し障りのない部分だけ読み上げさせていただいて、で、その後私からの回答をしたいと思います。私がやってるオンラインサロン、レイキスタの会員さんからのご質問です。私は昔からマイナス思考で数年前から体調を崩しがちになり、その影響で余計に心配や不安にとらわれることが増えていきました。3年ほど前に自分のマイナスの感情が体調に影響しているということを知ってから、思考の癖を変えようといろいろ努力してきたんですが、なかなかうまくいかず一進一退を繰り返していました。そんな時に、陽子先生の YouTube 動画に出会い、去年の5月に初級を、そしてその後中級、上級と霊気講座を受けました。でもいまいちうまくいかないんです。特に体調なんですが、その体調不良のほとんどがこのような感じです。まず不安、心配の気持ちになる。これはもう無自覚に無意識レベルで考えちゃってる。っていうことなんですね。で、その後体調を崩す。で、回復した後に、ああって思考の癖に気づく。何度も何度もこの繰り返しで自分でも悔しくて情けなくて自分に腹が立って嫌気がさして、治したいのに治らない。頑張ってるのにうまくいかない。そして最近心身ともにガーンと落ちました。まあ、そんな時にね、親しいご家族の方から思考、意識が自分の現実現象を作ってるんだよっていうようなね、そういうようなお話をね、聞かれたみたいなんですね。で、意識的に自分の体を心から信頼したり、自分の意識をこう、大丈夫だ。うん、絶対大丈夫なんだって不安にならないようにすることで、恐れてる現象は起こらないんだよってね。で、それを聞かれたこの質問者さんは衝撃でした。泣き崩れました。自分の未熟さを再確認しました。私は自分の体をまだ信頼しきれていませんでした。まあ、そんな感じでね、その後もね、オンラインサロンの限定動画なんかを見てくださったりして気づきがあったり、いろんなことがあって、で、一から霊気をもう一度やり直そうと思いました。まずは呼吸法。初級の時にね、21日間のセルフヒーリングの宿題っていうのが出るんですけども、まあ、これをもう一度やり直された。で、自分の心身と向き合う時間を大切にし、整えることを最優先に考えようと思いました。そして前に進もうと頑張ってる自分を、よしよし、よしよし、ってしてあげることも忘れないようにと思いました。最後まで読んでいただいてありがとうございます。そしていつもたくさんの気づきを本当にありがとうございます。まとまらない文章で失礼いたしましたっていう締めくくりなんですね。いやー、とてもとても熱心な方ゆえのご質問ですね。それからね、体調不良、いまいちすっきりしないっていうのはね、本当に長年この方も何年間かっていうことなので、そういう方にとっては本当にね、悩みの種ですね。
それは私もね、昔重い病気をしたことがあるので、もう人事ではないです。よくわかります。さあ、じゃあね、ご回答の前にね、ちょっと私は数年前に心理カウンセラー業を終了したんですけども、まあ25年ぐらい心理分析、いわゆるプロファイリングとかカウンセリングをやってきたので、まあ、そこから踏まえてね、この方のこと、性格分析的なものをさせていただきたいと思います。これもちろん私はご本人に直接お会いしていないし、こう対面でね、ご相談内容をお聞きしたわけではなくて、短い文章からの推察になるんです。だから、私はその霊感でこの人のことの心をこう読むとかね、そういうようなものではないので、もしかしたら違ってる可能性もあるんですけども、まあこの文章から読み取れたことをお伝えするとね、まずこの方はね、頭の回転の速い方です。それから頭のいい方ですね。なぜそう思うかっていうとね、文章が非常に論理立っていて客観的だからです。それからね、次の特徴としては、多分ですけどこの人はね、均衡法制であろうと、そこをすごく気をつけながら、心がけながら生きてこられた方、人に迷惑をかけないでおこう、できるだけ人の手を煩わせないでおこう、で、私がやれることは全部自分でやっていこうっていうようなね、こういう方のようにお見受けしました。だからこそね、霊気のような目に見えない波動、エネルギーっていうのはね、思考優位の方とね、感覚優位の方と、だいたい二つに分かれるんだけど、バクッとですよ。きっちり分かれてる人なんかいないんだけど、どっちかといえば思考優位、どっちかといえば感覚優位ね。あなたも、ほら、感覚優位の人は右脳派だねって言われたりとかね、思考優位の人は左脳派だねって言われたりとかするじゃない？まあ、あんなような感じでね、私どっちのタイプだわっていうのがきっとあると思うんですけど、この方はどちらかというと思考優位型。だからこそ文章が非常にロジカルなんですよね。そうなるとね、どうしても何かの出来事、何かの場面で、私こうしたいっていう気持ちが湧き上がってきても、いや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 、この場ではみんなことを考えるとこうするべきだよねっていうね。この回答がね、思考優位型の人はすぐ出てくるんです。そして、本当は私はそうしたくないっていう気持ちが出てきても、自覚するよりも先にこれを出てくんだって言ってね、モグラ叩きのモグラちゃんを押し込めて、で理想回答を出してくる。そしてこのように振る舞うっていうような思考と行動の中間の癖があると思うんですよね。そうすると何が起こるのかっていうとね、長年、ああ、ちょっと休みたいな、横になりたいな、ああ、もうこれ以上頑張れないっていう時に、いや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 、ここでは、あと一踏ん張りしとけばみんなが楽でしょとか、明日のためにこれやっとくと段取りがうまくいくでしょとかね。こんな感じで、こっちを優先させちゃうんですよね。その結果、長い間、もう本当に下手したら何十年かもしれませんけど、疲れや、もうしんどいんだ、休みたいんだ、ヘロヘロだよ、本当はこれやりたくないよっていうようなものがね、蓄積していっちゃうんですよ。で、ある時この人の免疫力のコップのようなものからブワッとね、お水が溢れ出ちゃう。これが自覚症状ですね。なのでね、この方は数年前から体調不良がこうはっきりと自覚される状態になって、それで悩みの種になられて、で長年悩んでこられて、ああ思考の癖かな、生活習慣というよりも思考かもしれない、私ってついついなんかマイナス思考なんだよねっていうところにたどり着いて、きっといろんな本も読まれたでしょう、いろんなこと試されたでしょう、でもなかなかうまくいかない、そんな時にまあ私の動画うまく見つけてくださったんですけども、なんとなく伝わってます？そうなんですよ。ここ数年間の疲れじゃなくて、もっともっと下手したら幼少期からの疲れがずーっとこうね、
堆積してきた。積もり積もってきた。そして、この数年間、症状として現れている。うん。っていうようなことなんですよね。これはね、思考優位型の人は、そうなりやすい傾向がある。そしてね、現代人は、やっぱ思考優位型の人が多いです。なぜなら、そのような教育を受けて、小中高と来てるからですよ。で、それからね、この方の場合はね、うん、これも私の勝手な憶測、推測になりますけども、どっちかというと、しっかり者だね、とか、うん、あなたは気が利くね、とかね、そういうふうに言われて育ってこられた方じゃないかなって思うんです。まあ、これも極端な言い方をするとね、長男長女気質と末っ子気質みたいな感じ、わかります？うん、これで言うと、この方どっちかというと、長女気質の方だなっていうのをね、文章から感じるんですね。なぜかというとね、私はしんどいんですっていうような内容を書いてくださってるにもかかわらず、読む私が気持ちが暗くなったり落ち込まないように、だから私の波動が下がらないように、すごくね、端々にね、配慮が感じられるからです。なので、ああ、この人は、いつもお姉ちゃんで気が利くねとかね、ああやっといてくれて助かるわとか、しっかり者だねって言われて来られただろうし、そういう自分であろうと努力して来られた方なんじゃないかなって思います。もしかしたら、うん、アダルトチルドレンって呼ばれるような、うん、そういうような幼少期を過ごして来られたかもしれませんね。はい、ここまでが私のプロファイリングです。で、ここからはね、私からの回答になります。そうだな、何からお伝えしようかな、うん。まずはやっぱり何を置いても、この方のね、一途さと努力、そして良くなりたいっていう思いの強さ、これがね、とても伝わってきました。そして、この前向きさっていうのはね、本当に素晴らしいし、すごいことです。そしてね、この気持ちと覚悟があれば、必ず人生はそっちの方に向かっていきます。まあ言ったら、車でドライブ行くときに、ナビで行き先入れる。この時に今より良くなるっていうのを入れてる。そんな状態なので、いい方向には行きます。けれどもね、この人の場合、一進一退を繰り返す。ドライブで言ったら、ちょっと進んだら、気がついたら後ろにズルズルっと下がってて、まあ、上り坂でね。で、また進んだら、また下がってる、みたいなね。一進一退、こんな感じ。前にどんどん進んでいってる感じがしない。軽やかな方に向かっていってる感じがしないわけですよね。うん。まあ、こんな人に向けて、これは健康状態以外の他のテーマや悩み、課題、解決したい出来事、あるいは叶えたい夢も同じですけども、一番大事なこと、お伝えします。これを頭に叩き込んでほしいですね。物事は必ず私たちの意識、思いが先です。そして現象、現実は後から来るんです。後からっていうのは1時間後のこともあるかもしれないし、3日後、あるいは半年後、1年後かもしれないけども、必ずこの順序です。私たちの思い、意識が先であり、そして現実現象は後から来る。これはね、絶対に逆にはならない。ですのでね、つまり私たちって、ああ、なんかいいこと起こんないかな。いいこと起こったら気分もパッと晴れて気分転換できるのにって思うんだけども、まあ、たまには本当に確率論的にね、たまにはそういうことも起こるよ。うわぁ、予期せぬラッキー。いいこと起こった。だけど、これがね、百発百中で起こってくれないじゃないですか。起こってくれたらね、毎日気分よく過ごせるのにね、なかなかそうはならない。なので、いい気分になったらいいのにな、いいこと起こんないかな、っていうのは、うん、結構ね、なんか宝くじ当たったらいいのに、と同じような感じで、不確定な要素が強すぎる。確実にいい方に行きたかったら、思いが先、そして現象現実は後からついてくる。
これを徹底的に意識する必要があるんですね。ということは、良くなる前から思いや意識を変えていくっていうことが必要になってくるわけですよね。もうこれはね、私の動画を何本か見てくださってる方や、この相談者さんなんかはね、もう耳たこですよね。それから、まあ引き寄せの法則の動画やブログを書いておられるような方とか、そういう本とか読まれた方は、うん、こういうこと、もう辻さん知ってますよ、そんなことっていう感じだと思います。ところがこれがね、もうあなたもご存知の通り、言うのは簡単、知るのは簡単、けれどもやるのが難しい。ここですよね。だからみんなね、ここで悩んでしまうっていうことですよね。もう本当ね、私も含めですけど、多くの人がここで悩み、苦しみ、もがき、変わらない現実にがっかり、で、情けなさや無力感に襲われるっていうね。いや、もうわかります、わかります。はい。じゃあ、ここまでみんな、きっと、ってなってくださってるかもしれないので、一緒に、この次の段階へ、潜在意識、深掘りしていきましょうか。はい。あのね、このね、落ち込んで、無力さを感じているとき、この時にね、何が厄介なのか。今からちょっと、人によってはうってなったり、ぐさってくるかもしれないけど、ここ気づかなかったら、この罠にはまり続けちゃうから、抜けてもらいたいために、言いますね。いいですか？今日2番目に大事なことね。私たちは、落ち込んでいる時には、周囲にいる人たちがどういう状況なのかに気づけないっていうことです。今から言う話は心の状態ですけども、体の姿勢、ポーズで言うとね、体育座り、三角座り、膝を立てて床に座って、で、膝頭におでこをくっつけてうつむく。そして、膝を抱える。心の状態を体の図にするなら、あんな感じです。膝を抱えてうずくまっている。そして、膝のところでうーってやってるから、周囲は当然見えてません。真っ暗闇ですよね。そう。でね、このポーズやってるとき、つまりこの心の状態のときに、私たちってね、自分の近くにいる人たちがね、自分を見て心配してくれてたり、あるいは、うわ、辛そうって言って一緒に泣いてくれてたり、何かを一生懸命計らってくれたり、自分の代わりに何か代わりにやっといてくれたりとかね、思いやり、優しさを向けてくれてたとしても、見えないし気づかないんですよ。で、三角座りで顔をうずめながら、その時の、我々は何を考えてるかっていうとね、はぁ、自分って孤独だ。こんなにもしんどい。世間のみんなは楽しそうに生きてる。気楽に生きてる。いいよな。羨ましいな。それに比べて自分って本当にダメだよな。まあ、こんな感じで自分責めしてたり、逆にもう自分責めしすぎて、腹が立ってくる。なんだよ、私ばっかりこんなにしんどくて。みんな楽しそうじゃん。いいよね、みんな。みたいなね。怒りまで湧いてくる。まあ、このどっちか。こんな状態ですね。で、ここまで、なんとなく、うわぁ、辻さん思い当たります。落ち込んでるときそんな感じかも。って、うなずいてくださってる方もいるかな。まあ実はね、このご相談者さんもね、ご家族の方はずっとね、この太鼓座りでうずくまって落ち込んでいる、この方をね、心配しながら応援の気持ちで見てくれていた。
そしてどうやったらこっちを見てくれるかな。どうやったら自分の存在に気づいてくれるかな。どうしたら安心してくれる。どうしたら顔を上げてくれる。なんてことをね、いっぱい考えてたかもしれないですね。さあ、じゃあね、ここから回答の核心に入っていきますよ。今から3番目に大事なことを言います。私たちが体調不良であったり、状況がなんかしんどい試練の中にいる、こういうような状況が特に事故とかトラブルで一瞬起こったんじゃなく、この人の場合も何年もかかってるんですけども、長引いて慢性化している場合、実を言うと私たちの潜在意識、潜在意識は何を求めているかっていうとね、愛の確認をしたいんです。辻さん、なんか急にわからなくなったっていう人もいるかもしれないけど、もうちょっと我慢してこのまま聞いてください。わからなくても大丈夫です。わかるように説明します。心理分析やカウンセリングではね、良くなりたいのに良くなれないんです、なかなか変わらないんですっていう人にね、こんな投げかけをするんですよ。ちょっと意地悪な質問なんですけども、あなたもしかして良くなりたくないとすれば、あなたの中に良くなりたいっていう自分もいるけど、良くなりたくないよって言ってる自分もいるとすれば、私たちの本心ってね、一つじゃないんで、二つも三つもあることもあるんですよ。これは二重人格とかではなく。で、良くなりたくない、このままでいたいんだっていう自分がね、もしも自分の中に気づいてないかもしれないけど、いるとすれば、この良くなりたくない人が、良くなりたくないんだって言い続けてる理由は何ですか？良くならない時に、どんなメリットがあるって思ってますか？なんていう質問をします。で、この質問を投げかけられた相談者さんは、うぅってなります。びっくりします。そんなこと考えたこともないから。だけどね、今まで私何万人もの人とカウンセリングやってきましたけど、答えは出てくるんですよ。もうそれは人それぞれなんだけども、まあ、おおむね、愛の確認がしたいんです。もうちょっとはっきり言うと、私は誰かから必要とされていた。私は一人じゃなかった。私は愛されていた。あなたがいてくれてよかったって言ってくれる人がいた。もっと言うと、誰かとのつながり感、あの人とつながってる、心がつながってる、絆がある、あの人は私を決して嫌わない、どんな私であってもっていうような確信であったりとか、そっからもたらされる安心感ですね。私は大丈夫だ、これ以上仮にひどくなったとしても大丈夫。それから自己肯定感、こんな私でよかった、この私に納得できるっていうようなもの、こういうようなものが欲しい、確認したい、でも確認できない、いつも不安がある、私多分人の役に立ってるとは思うけど本当かな、私多分あの職場でいなくてはならない存在と思ってくれてる人は何人かいるだろうけども、本当のところあの人いなくても回っていくしって思われてたらどうしようとかね、もしかして私あの人から好かれてるって思ってるけど勘違いだったらどうしよう、これは本当の親子の場合でもこういう不安を持ってる人は案外います。こういうようなね、確信がない状態、自信のなさ、これがあるときに私たちは問題を作って、これ慢性的な問題、そしてなんとか確認しようってするんです。これがね、
もちろん思考でそんなこと考えて計画なんか立ててません。潜在意識、潜ってるけどあなたの中にある意識、インナーチャイルドのあなた、あなたの中にいる思っても見なかったようなもう一人のあなた、こいつが企てるんですよ。で、いろんなトラブルが起こったり慢性化してくる。そんな中でね、何か愛の確認が行えたら、もうその問題は必要ない。だから手放していけるんですね。というわけでね、この人は、体調不良っていうような慢性的な問題によって、おそらくこれも私の推測ですけどね、ご家族、それはね、今のご家族じゃないです。つまりこの方ご結婚されてるので、今のご主人や、お子さんもおられるならお子さんではなくてね、この方が幼少期の時に育ったお家の、そのご家庭のおそらく親御さんから間違いなく愛されてるっていう確信がなかったんじゃないかなって私は推察しています。もちろん多分愛されてるだろうなとか、嫌われてはいないとか、親として愛してくれていた、こういうことはもちろん分かってると思いますけれども、それはね、その人のこの質問者さんの顕在意識、思考ではそのように思っている。で、気づいてない、潜ってる、でもある意識、インナーチャイルドの質問者さんはね、本当かな、本当かな、私がお手伝いしない子だったら、お母さん私のことを嫌うんじゃない、私の学校の成績が落ちたら、お父さんは私を見捨てるんじゃない、私よりも兄弟の方が疲れてるんじゃない、私がずっとずっと頑張り続けていい子で居続けたら、私はここの家にいられて愛してもらえるかもしれないけども、本当はそうじゃないような自分、ダメな自分見せちゃったらアウトなんじゃない、こういうようなね、一抹の不安、絶対どんな自分でも自分である限り愛され続けるっていう確信がなかったんじゃないかなっていうふうに、私は勝手ながら憶測を持ちます。で、ここから生まれているその愛情確認がしたいっていう執着心ですね、これももちろん相談者さんは無自覚だと思います。この方ね、大人っぽいんでね、いやいや、おかげさまで幸せに生きてきましたし、いろんなこともあったけど、なんとかなっていますし、っていうふうに考えるタイプの方だと思うんだけれども、でも、この方の中にね、インナーチャイルド、自分の中にいる内なる子供がいてね、この子がね、泣き叫んでる。ジタバタしてる。あるいはさっきの体育座り。あんな感じでうずくまってる。で、なんでしょうね、私は愛の確認がしたいよって、本当に本当にダメな自分を見せても、本当に見捨てない、本当に見捨てない、本当に大丈夫なの、信じられないよっていうような感じかな。この子がね、愛の確認がしたいんです。大人のこの相談者さん、理性的な相談者さんじゃなくてね、この理性的な相談者さんは、よし、霊気をもう一度初心に戻って、ちゃんと取り組むぞ、前向きにやるぞ、そして健康を取り戻すんだ、そしたら主人や家族にも迷惑かけずに済むし、そんな風に前向きにやっていこうって、こんな感じで思ってらっしゃるんだけども、違うの、中にいるの、この人がね、起きてる間前に進んで、でも寝てる間にズルズルズルっとね、後ろに下がっちゃう、こっそりそれをやってしまう、この人の前に進みたい気持ちを邪魔するインナーチャイルドがいるんだよな。で、このインナーチャイルドちゃんは、三角座りをしながらチラッチラッとこう周囲をね、横目で見ながら、どうやったら私の家族は私に愛を知らせてくれるかしら、
なんていうようにね、こんなことをやっている。相談者さん、もしこの動画を見てくださっていたらね、あなたがずっとずっとずっと幼少期から長年欲しかったもの、愛されているっていう確信だったんじゃないでしょうか。でもそこをね、出さないように出さないように押し殺して均衡法制に生きてこられたんじゃないんでしょうか。でも間違いなくどんな自分であっても私が私であるからこそ、家族かお友達かパートナーか、うん、あなたの周囲にいる人、その人があなたから離れていったり見捨てることもなく、うん、ずっとずっと愛し続けてくれるっていう確信、うん、これがね、うん、多分もしも 99% 得られていたとしても、あと 1% の疑いがあってね、そしてそれがあなたのこうお鍋の底のとろ火のように不安や焦り、自信のなさの原因になってこられたんじゃないのかな、なんていうことを私は勝手ながら推測します。これは多くの人がハマっている罠ですね。そしてね、逆に言えばこれが、この確信が得られないために私たちはさっきも言ったように苦しんだり、すごく努力したり、我慢したり、我慢しすぎたり、こびたり、行動したり、行動しすぎたり、行動しまくったり、で倒れたり、あるいは成功を目指したり、必要以上に成功に執着したり、人をコントロールして支配しようとしたり、人を卑下して馬鹿にすることで安心しようとしたり、偉そうにしようとしたり、億万長者を目指そうとしてみたり、やってるかもしれませんね。あるいはね、最近だったらこういう人もいるかな。私はこんなにも魅力的なんですよっていうのをね、アピールする。だからこそフォロワー数を獲得したい。ここに執着する。こういう人も出てきた。それから体調不良、病気になられる人もいますね。このからくりにね、気づけちゃった時にね、ああ、案外欲しかったものってもう手に入ってた。そばにあったかも。青い鳥は自分の横にいた。っていうほどのね、目から鱗が落ちる体験。これが待ってたりすることあるんですよね。これは本当のね、どん底のどん底のどん底で、もうめちゃめちゃ落ち込んで、もうあらゆる努力が実らなくて、へこんだ時です。私も、ああ、もうダメだ。もうこれ以上頑張れない。本当にどん底だって思った時にね、ふと横見たら、あったじゃん。っていうね。本当私たち試練の中でもがいて頑張ってる時には、これがね、見えない。見落としてしまうんですよね。で、こんなにこんなにこんなに私は頑張ってるのにってね。私もここにはまった数十年でしたよ。でもだからこそ今ね、ああ、安心率ってこれか、って思えている自分がいるんですよね。はい、うん。というわけでね、ここに気づけてしまうと、本当にね、気づけたらね、もう気づける前に戻ることはできないから、今までと全然意識が変わってくるんですね。で、その今の感覚のまま、改めて、霊気エネルギーってありがたいなぁ、なんていうことを思うと、全然違って見えるんですよ。うん。そう、霊気エネルギーってね、まあ、特に初心者の方、そして病気治したいとかね、何か期待を持って、サイキックなこと起こってくれたらいいな、無理かもしんないけど起こってほしい、なんていう、こういうのも含め、うん。大きな期待を持って学ばれる方は、起こってくれなかった。っていう時にがっかりします。でもね、私もそうなんだけど、最初の頃は霊気に関して理解が浅いせいでね、なんか高い位置に霊気を置いてしまうんですよ。霊気エネルギーのこと。すごく特別な位置に。まあ神様の位置と言ってもいいかもしれないね。うん。
スペシャルな一日です。で、こんな感じで見上げちゃうんですよね。でもね、本当は違うの。霊気って、あなたが気づく前から、あなたが生まれた時から、あなたのすぐ真横にいてね、まるで酸素のようにそこにずっと存在し続けていたんですよ。365日24時間、そして今日まで。これぐらいあっけなくて、あ、横にあった、っていうようなものなんです。でね、こうやってね、スペシャル感を持って見上げてるときには、残念ながら、霊気エネルギーとの波動共鳴ってなかなか起こってくれないです。波動共鳴を起こそうと思うとね、ほら、似た者同士が引き合うとかね、似た波長、同じ波長のものが引き合う。っていうことは、対等な真横の関係、こういう目線の位置に、霊気を感じられたときに、あっさり繋がれるんですよ。なのでね、初心者、初級の人は、やっぱどうしても、もう私も含めですよ。見上げちゃうから。で、よっしゃ、やるぞ、学ぶぞ、体得するぞ、ってね、気合入っちゃう。この時にはね、まあ、繋がったり、繋がりにくかったり、こう、偶然繋がったり、呆れたり、っていうね、こういう不安定さがある。けれども、まあ、続けていくうちにだん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 日常化して溶け込んでくる。当たり前に日常にあるものになってくるんですね。このためにまあ3週間の宿題を出したり習慣化っていうのがあるわけですけども、やがて上級ぐらいになってくると、もう、繋がろうって思わなくても、いや横にあるし。こんな感じです。だって、ほら、呼吸を考えてみてくださいよ。この空間のどこにでもある酸素、あなたは、よっしゃ、今日も気合い入れて酸素吸い込むぞって思わなくても、吸い込んでますもんね。勝手に二酸化炭素を吐き出している。これと同じように、この辺にある霊気も吸い込んで吐き出して、ここの頭頂チャクラからね、勝手に波動共鳴して取り込んで吐き出して。これがあっさりできるようになっちゃう。ほらもう車の運転なんかもそうでしょ？最初免許取り立ての頃はね、よし、運転するぞ、絶対事故らないぞって気合入ってますよね。もう肩もガチガチだよね。で、もう、1時間も運転したらヘロヘロに疲れる。けれども、もう10年ぐらい毎日乗ってたら、もう何にも考えずに、自動的に発進して、自動的に、あ、着いたわ、みたいな感じで、自動的にそこへ止めて、降りて。帰る時も同じようにやってるでしょ？いちいち、よっしゃ、車の運転するぞみたいな気合、いらないですよね。お料理なんかもそうだと思うし、パソコンを触るのもそうだと思うし、スマホ、苦手な人はスマホを触るときもそうだと思います。ね。最初はあんなに気合い入れて、初めてのパソコン、よし、習得する、なんてやってたけど、毎日使ってる人はもう、起きて目こすりながらもう勝手に開けてる。目こすりながらスマホ触ってる。こんな風に霊気もなっていきます。そうなっていけば、いくほどもう霊気は、隣にいるお友達の状態ですね。これですよ。ここまで来ると皮肉なことに、霊気の活用が上手くなる。エキスパートになる。上達するんですね。皮肉だよね。あんなに気合い入れてた時はね、なかなかね。神通力みたいなことも起こらない。うおー、面白いっていうようなミラクルも起こらない。だけども、いつでもすぐそばにあって、酸素と同じぐらいおなじみの霊気エネルギーさんっていう風になると、うわぁ、なんか魔法使いみたいにいろいろ使えちゃうっていうような境地が待ってるんです。まあそんなわけなので、相談者さん、あなたが寝てる間もね、あなたの体を整えようと思って、酸素も窒素も、そして霊気エネルギーも、それからあなたの細胞さんも、あなたの潜在意識も、顕在意識も、ね、寝てる間も、明日のあなたがより良くなるように、応援の気持ちを持って働いてくれてます。だから、きっと今のあなたはもうそんな自分のこと、信頼できてるんじゃないでしょうか。あとはね、もうこの自分に、よしよし、ありがとうね、今日もありがとうね、っていうだけです。これがね、
意識が先っていうこと。今日もありがとねからスタートしてください。いいこと起こってなくても、昨日とあんまり変わらない日常でもです。例えば極端な話、頭が痛かったり吐き気がしたり、体が重だるかったり、うわーしんどいわっていう時でもです。それでも、起き上がった時に、私が良くなるように一生懸命やってくれてるんだね。今日もありがとね。ここからスタートしていきましょうか。そしたらね、あれあれ不思議。うん。現象現実は後から追いかけてくる。うん。本当にありがとねっていうような感じになっていきます。本当ですよ。大丈夫です。でね、先にね、体の状態よりもね、心の方が楽になっていきますよ。体の方はね、この細胞があって肉体レベルだからね、時間かかるんだよね。でも、心は目に見えない、ふわふわっとしたエネルギー体。正体は電磁波。ですからね。で、あなたの本質にはね、愛がいっぱい詰まってる。で、あなたの正体は光の波であり、エネルギー。なので、大丈夫です。それを整えていくだけです。やれます。っていうかもうすでにきっとやれてらっしゃると思うし、今もしもちょっと軽やかな気持ちでこの動画を見てくださってたら私はとっても嬉しいな。はい。というわけで、長々喋っちゃいましたけど、私が伝えたかったこと伝わりましたか？それからね、この相談者さんとよく似た方、ああ、辻さん、私も同じパターンです。体調不良以外でも何か良くなりたい。人間関係とか、職場のストレスとか、やりたいことがやれてないとか、我慢ばっかりの人生とか、これを改善したくて、そんな動機で霊気を学ばれた方、全く同じです。なのでね、みんなでこっからも幸せ山のピクニックを楽しんでいきますよ。最後に、いつも言ってますが、今もうものすごいしんどいところにいて、ギリギリのとこで頑張っておられる方、試練の中にいらっしゃる方、大丈夫、変わらない明日はないです。私でよかったらエアーですけど、時空を超えて手をつないでおきましょうね。一人じゃないですよ。あなたが今着てる服、今いらっしゃる場所、見渡してください。それどっかの誰かが一生懸命作ったものよ。あなたと会ったことがない人でも、これ使う人がどうか楽になりますように、ちょっとでも苦労が減りますように、便利でありますようにって思って、その人の時間と労力を割いてね、うん、喜んでくれるといいなって思いながら作ってくれたもの。それに囲まれ、そういう食べ物や飲み物をあなたは取り入れているはず。だから大丈夫なんです。会ったことない人からもいっぱいの応援が届いている。それからね、あなたのご先祖様も、あなたのことをいっぱいいっぱい、どんだけたくさんの人がいるか、もう東京ドームに入りきらないぐらいの、そんだけのたくさんの応援が、あなたを見守ってくれてるから、あなたは大丈夫です。なのでね、体調よりもまず気分の方から軽やかになっていきましょう。安心していきましょう。じゃあ今日はこれで終わります。最後まで見てくださってありがとうございました。もしもね、この動画が必要そうだなっていう方がおられたら、よかったらその方にご紹介ください。なんか辻さんっていう人が昔カウンセラーとかをやっていて、なんかこんな質問に答えてはったよみたいなね。私は自分がしんどかった時期も長かったんでね、一人でも多くの人が今よりも軽やかに、その人らしい人生を謳歌できるといいなって、そういう願いを込めて動画撮ってます。なので、いいねもチャンネル登録も本当に励みになってて、あなたからもいっぱい応援のエネルギーをいただきながら今日もやれてます。ありがとうございます。じゃあ、終わりますね。またお会いしましょう。ありがとう。さよなら。今日の動画いかがでしたか？実は私はオンラインサロンレイキスタというのをやっています。仲間と共にやってます。これがね、
いろんな人が入ってくださってます。霊気を上達したい人もたくさん入ってくれてるけども、霊気を学んでいない人もたくさんいます。で、みんなで目指しているのは、愛と光の応援団。普段はね、それぞれの持ち場で生きていながら、こっそり必要な時には誰かに応援や祝福やエネルギーを送る。こんな応援団。みんなでゆるくつながってね、チームになっておきたいんです。そして、しばらく激動の時代が続きますが、これをみんなで波乗りして乗り切っていきたい。そしてさらに軽やかな方に進んでいきたい。そんな風に思って仲間と共にやってるんです。よかったら、説明欄、概要欄、リンク貼ってますから覗いてみてください。キャンペーンもやっています。では、またです。